リコリコ。低脂肪ってこりゃあうまかったっけ。2、3日前から涼しくなったけんなのか、低脂肪がうまいけんなのかようわからんばってん。最近飯のいけるとたい。おまけに母ちゃんにこないだこりゃ妙なカットにされとっけんたい。あー怖い。おか、ほまんわがまま丸太ボディのあらわになってしもたった。母ちゃんもうすーす気づいてはおらしたばってんたい。なんかここまで超えとっとは思っとらっさんごたったもん。だけん、おっば担いでかんで、体重計に乗らしたったい。俺、4月に薬もらいに病院に行ったとき、25キロだったもん。したら4キロ超え近った。29キロになっとった。もう母ちゃんのうったまが近った。今まで夏バテ戦ごつ、くえー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 揺らしたとに、急にダイエットモードになったけんね。みんな優しかけん、足長か、足長かってコメントくれたばって、ちーっと胴回りのやばかよーって思わんだった。ばってん、超えとったらなんかいかんね。コロコロして可愛かったいね。あら、あらら、兄ちゃん。サマーカットのアルパカンゴになっといよ。母ちゃんやっとんね。俺の背中のセンターラインも途中で打ち切らしたけんたい。なんかハイエナンゴになっとしたい。声とっとのバレたけんたい。今日もドッグランで無理やり走らされよったい。今日は準備万端できたけん、俺のドッグラン三種の神器ば紹介すんで。まず、ダイソーのバケツね。こら、水飲みよう。軟式の野球ボール。こら、どこで拾たつかもろたつかわからんばってん。最後に、デン先輩が動画で紹介さしたドンパック。こが中にうんこば入れてかんね。車にペタって貼り付けてかっかえんもん。すっとしゃが車の中にいっちょんクソならんけんよかよ。やっぱおってちゃ、自分のうんこの匂いは嫌だもんね。なんか今日もドギャーンで話は最後まで聞いてくれてありがとね。ごめんね。なら、まったねー。母ちゃんの手足のポンポンば切らしたもんだけん、ふてーめおうた。あば切らんなら、おら声とってわからんだったとこれ。